皆さんこんにちは。おはようございます。えみです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM は Rest、 休んでねというものを選ばせていただきました。まず藤井風アプリから、こちら昨日来ていたものですが読ませていただきますね。藤井風 Alone at Home Tour 2022東京公演チケットトレードについて、明日7月14日木曜日18時より予定しておりました夏季公演のチケットトレードに関しまして受付スケジュールを変更させていただきます。7月28日木曜日、7月29日金曜日、昭和女子大学瞳記念講堂東京都、新たな受付日程などの詳細は決まり次第改めてご案内いたします。ご迷惑をおかけいたしますが、しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げますということですね。いや、風さんにはね、本当にね、今はねもう何も心配せずにゆっくり休んでいただきたいですね。ということで、こちらの BGM Rest というのをね選ばせていただいたんですけれども、皆さん風さんのツイッター見ましたか？このお宝映像、風さんが22歳の時にねカラオケでご自分の歌を歌っているっていう、この何ですか、もう病室からねきっとね私たちを楽しませてくれようとこの動画をねポストしてくれたんだと思いますけども、この優しさに私は朝からやられてしまいました。でもね、ありがたくね楽しくいましょう。そして昨日のこの動画に来たコメントを少しご紹介させていただきますね。まずアドルノアケミさん、エミさん久しぶりにコメントさせていただきます。ご両親の YouTube 動画見せていただきありがとうございます。本当に素敵な動画、お二人で満月を見に外に出るなんてこの世の中なかなかやっている人いないかと思います。暖かくてご両親の仲睦まじい姿、心温まりました、浄化されました。こういう時間って大切ですよね。何か忘れていたものを思い出させていただきました。ありがとうございます。ということでありがとうございます。そしてスマイルさん、エミさん素敵なご両親ですね。私も月を見て綺麗ねと夫婦の時間を過ごしました。そして駅の観覧車が色鮮やかに輝いていて見とれてしまいました。穏やかな時間に感謝の夜でした。ということでこちらの写真を送っていただきました。わー素敵ですね、ありがとうございます。そして純子さん、こんにちは、初めてコメントさせていただきます。いつも拝見させていただいています。通常運転良いですね、私もそうします。ありがとうございます。私も兵庫県出身で嬉しいです。これからも楽しみにしています。ということでありがとうございます。そしてもとこさん、エミさんワクワク様です。初めてコメントさせていただきます。毎朝楽しみに拝聴しています。今朝のご両親のスーパームーン動画素敵でした。私は神戸在住なので少しご紹介させていただきますね。神戸は山と海が近くてどちらも楽しめます。美味しいものというと神戸牛が思い浮かびますが、スイーツやパンもとても美味しいですよ。モロゾフのプリンやフロイドリーブのハート型のミミパイは老舗中の老舗ですね。北野の偉人館や神戸居留地、南京町と異国情緒が漂います。ご紹介されていたラビューニューは北野にあるケーキ屋さんでとっても美味しいですよ。あー、なんかね友人が北野にあるって言ってたような気がします。ちょっと外れですよねきっと。また六甲山牧場には羊がたくさんいて癒しのひとときを楽しむことができ、六甲山から眺める夜景は100万ドルの夜景と言われ定番のデートスポットです。私も若い頃の思い出があります。神戸公演は延期になりましたが、私は参加予定でワクワクが先延ばしになったと思い、風さんが元気になりますようお祈りして神戸に来てくれる日を楽しみにしています。長くなりましたが、これからもエミさんのチャンネル楽しみにしています。暑いですのでどうぞご自愛くださいませ。
ということで神戸公園行く予定だったんですね。もうね、ありがとう。そして風香さん、エミさんワクワク様です。ますます幸せいっぱいになりますね。兵庫県、しまった、地元なのにおすすめたくさんあるのにご紹介すっかり忘れていました。皆さんのご紹介に拍手。そうそう、そこもそれも魅力たっぷりの地元、愛すべきふるさとを大切にしようと思いました。エミさん、メリケンパークオリエンタルホテルでお泊まりされたのですね。実は今からそちらへランチいただきに参ります。なんとレストランの名前、サンタモニカの風です。ちょっとこの名前めっちゃ聞き覚えあるんですけども、私が行った時もあったかしらね。エミさんとのご縁がありますね。バフェレストランで海を眺めながら食事します。お野菜たくさん食べよう。風さんも神戸に来たらこのホテルに泊まって神戸の海を堪能してほしいな、ということでありがとうございます。そして星ふるふるさん、エミさんチャンネル名変えられたのですね。どんどん進化していきますね。改名も進化ですね。今日は RN さんの詳しい兵庫県情報、神戸情報、感謝です。この企画はもはや日本全国旅行ガイドブックですね。私は六甲山によくハイキングに行っていました。風さんには六甲高山植物園やお時間が合えばガイド付きもあり、いやカントリーハウスへ出向いていただきたいです。そしてエミさんのご両親のチャンネル、感動しました。ありがとうございます、ということでありがとうございます。そしてマリモさん、エミさん皆さんワクワク様です。ご両親様お二人でスーパームーン鑑賞なんてロマンチックなんでしょう。お父様の T シャツ、なんくるないよの言葉、ほろりと勇気づけられました。神戸は主人の実家があります。以前は阪急宝塚線門戸薬人駅岡田山に家がありました。あの阪急淡路大震災で家屋は被害を逃れましたが、住むには危ないということで当時から一人暮らしの義母は宝塚に移り住むことになりました。宝塚劇場も近いです。義母は現在95歳11月、で96歳、主人がお世話に行ったりしてます。好奇心旺盛で前向き。昔行った神戸の中華街、宝塚動物園など懐かしい思い出ですね、ということでありがとうございます。そしてのなさん、兵庫県って瀬戸内海から日本海へと行き渡る県ですね。おしゃれな港町神戸、名城、白崎城、愛媛城、ラストサムライのロケ地、諸佐山、丹波篠山、日本海に面した城ヶ崎などなど、車で走ると途中から民家の屋根の形状が変わるのに気づきます。冬場積雪の多い地域の対応なのでしょうね。瀬戸内海の気候と大きく違うのですよね。そんな兵庫県、光景も味覚もそれぞれの魅力がいっぱい。関東人の私が結婚した相手が姫路の人で初関西、にわかに身近になった関西でした。主人の両親、兄たち、その家族には行くたびにようお帰りと迎えてもらっています。歳月とともに会える人の顔は減りましたが、今も故郷です。たくさん思い出はありますが、マレーシアに住んでいて里帰りした真冬、雪景色を味わいたくて連れ合いとローカル線の万端線で行けるところまで行ってみようと乗り込みました。常夏の街から白銀の世界、見とれていました。袋は城ヶ崎で購入したトロ箱に入ったカニを持つ乗客でいっぱい。その方たちにしては、白銀は太陽を反射して眩しいだけ、窓のスクリーンを無造作にバサッ、ああもっと見ていたかったのに。姫路に行った際、絶対欠かせないお土産は銘菓玉椿、あとは塩味まんじゅうです、ということでありがとうございます。そして凛と美穂さん、えみさん今日の配信一番乗りで見れたのに、新しくマーク入ったのも気づいてたのに、なんと今頃のコメントです。配信見たり皆さんのコメント読んでると、忘れかけていた思い出が蘇ってきますね。神戸は友人と観光スポットあちこち回りました。その後しばらくして
震災が起きたので、やはり行ったばかりで鮮明に記憶が残っている場所だと、より心が痛みましたって今私思い出しましたよ。この震災の後、私もちょうど日本に旅行中だったような気がしますね。なんか電車から見た覚えがありますね。その時とは別の機会ですが、姫路城にも行きました。夜すぐ近くの日帰り温泉、名前すっかり忘れた、に浸かり、ライトアップされた美しい姫路城を堪能しました。そしてそして、コメントで思い出した甲子園。中学時代一度行ってみたいねと幼なじみ数人で春の選抜見に行きました。それから数年後、高校を卒業した翌年、母校がなんと夏の甲子園出場。同級生たちと夜校庭から出発するバスに乗り込み、試合だけ見て帰る弾丸応援ツアー参加しました。あいなく1回戦で敗退してしまったけど、真夏の楽しい思い出でした。でちょっと忘れかけてたけど、兵庫県は結構行ってた私、もしかして一番行ってる県かも。その割に思い出ミストが薄いようなということでね、ありがとうございます。いや本当ありますよね、なんか突然思い出すことってね。はい、そしてちえさん、えみさんワクワク様です。通常運転なんですね。兵庫県の紹介出遅れてしまいました。先に紹介された皆様の補足をさせていただきます。兵庫県には他にも阪神甲子園球場、宝塚大劇場などもあります。神戸は有馬温泉が有名ですが、六甲山の南側、海側、都市部にも銭湯レベルで源泉かけ流しの温泉がたくさんあるんですよ。風さんにもぜひ温泉入って疲れを癒してもらいたいです。それから神戸東部の浜側には日本酒の灘御坊、菊正宗、白鶴、沢の鶴、剣菱などの酒蔵があります。風さんは飲めないけど。神戸は日本で初めてというものが多く、スイーツも神戸は日本のバレンタインデー発祥の地とあって、モロゾフ、ゴンチャロフ、モンロワールなどチョコレートメーカーもたくさんあります。コーヒーも初上陸は神戸らしく、 UCC 上島コーヒー店、ネスレ、日本の本社も神戸です。ジャズも北の方面に朗報のジャズクラブがあります。神戸東部から芦屋にかけての国道2号線はラーメン街道と言われるほどラーメン屋さんがあります。神戸といえば夜景は外せませんが、六甲山からの夜景は宝石箱やレベルに綺麗です。ポートアイランドの神戸空港からの夜景も、船から見た神戸港の夜景のようで素敵なんですよ。あと神戸市の花はアジサイなので、7月上旬の六甲山のアジサイはおすすめです。それからおまけですが、うちの近所にスケートの羽生結弦さんの聖地になっている結弦派神社があります。なんだか取り留めもなくダラダラ書いてしまいました。とにかく魅力いっぱいの神戸、ぜひお越しくださいということで、ありがとうございます。そしてね、こちらの写真を送っていただきました。これは宝塚のね、劇場ですね。素敵ね。えなるほど。そしてこれはね、その宝塚劇場の近く10分ぐらいのカフェだということでね、中にねメロンアイス、プリン、ヨーグルトとクッキーが入っているんですっていいですね。ありがとうございます。そしてマコリンさん、エミさん、皆さんワクワク様です。毎朝目覚めとともにこのチャンネルをチェック。笑顔とひまわりと太陽って本当に気持ちがアップしますね。兵庫県といえば私の中では宝塚劇場ですね。あのキラキラの世界、少女の頃にテレビで宝塚のベルサイユのバラを見て、イメージと違うと拒絶反応を起こして以来全然興味なかったのですが、大人になってたまたま BS でまたベルバラを見てまんまとハマりました。天海祐希さん、一路真紀さん、鈴風真代さん、真矢美希さんが活躍されていた時代のベルバラです。テレビ放映時にはすでに天海さんたちは対談されていたのですけど、
札幌では生で見る機会はめったにないので、わざわざ宝塚大劇場まで行きましたよ。夢の世界、別世界、理想の男性像、あの濃い舞台化粧を見てもう何の違和感もなく、むしろ素敵と思う自分の変化にも驚きました。同じ宝塚歌劇を見てもその時の自分にハマる時期というものがあるのですね。きっと今の自分だから風さんにハマったのだと思います。ということでありがとうございます。そして7月15日の言葉は、 Every woman is a queen。 すべての女の人は王女様です。 And we all have a different things to offer。 そして私たちはみんな提供するものが違います。ということでね、 Queen Latifah というアメリカの女性のラッパーの方の言葉になりますね。みんなそれぞれね、いろんな魅力、いろんなもの、いろんな才能がありますよね。そして才能といえばね、いつもクロクロ劇場で楽しませてくださっているクロクロさんから、こちらはね、私にこんな素敵な絵が届きました。 To Emmy You shine like a crystal、 クロクロって、そしてこちらは皆さんへということです。 For you, God bless us、 クロクロということです。ありがとうございます。でせっかくなのでね、昨日コメント欄に残していただいたクロクロさんの作品を読ませていただきたいと思います。エミさん良いですね。ワクワク様、沖縄のご両親のぞみさん、皆さんひまわり、朝からええもん見せてもらいました。関西人じゃないけどね、クロクロより。ゼッツちゃんとツッツちゃん、キラリ保育園、ひよこ組、ヤギさん郵便、白ヤギさんからお手紙ついた、黒ヤギさんたら読まずに食べた、仕方がないのでお手紙書いた、さっきの手紙のご用事なあに、黒ヤギさんからお手紙ついた、白ヤギさんたら読まずに食べた、仕方がないのでお手紙書いた、さっきの手紙のご用事なあに。ずつ、ゼゼちゃんどうして泣いてるの？ゼゼ、ヤギさんの歌歌ってたら泣きたくなっちゃった。ずつ、どうして？ゼゼ、わからないの、悲しくなるの。二人で一緒にヤギさん郵便を歌う。ずつ、なんかこの歌ずーっと同じことしてるよ、終わらないよ。ゼゼ、頭で考えるんだね、ずつちゃん。ずつ、ゼゼちゃんはどこで考えるの？ゼゼ、ここ、お手で当てるところ感じるの。ずつ、ふーん、意味わかんない。ガラガラ、部屋の扉を開ける音。ひよこ組先生、さあお迎えの時間よ。ゼゼちゃん、今日はちゃんとカバンお家に持って帰るのよ。ゼゼ、はーい。ずつ、昨日も忘れたもんね。ゼゼちゃん、ゼゼ、また泣きたくなっちゃった。ずつ、ゼゼちゃんは俺が守る、だから何があっても大丈夫な。ゼゼちゃん、風さんが一日も早く良くなりますように。ズーズさんもお体にご自愛ください。ということでありがとうございます。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日でありますように。 God bless us。 エミでした。ではまた。